新井正和の始まりました「新井正和のスパルタ学園」。 ナビゲーターの太田誠ですよろしくお願いいたします今回も市川うらら FM のスタジオからお届けいたしますそれからスパルタ王子こと新井正和先生も後ほどお迎えいたしますそして私の助け人天の声さんもよろしくお願いいたしますそれではこの3人でいってみましょうこの番組は「 ポルツの提供でお送りいたしますはい、改めまして太田誠ですよろしくお願いいたしますはい、太田です <laughs> <laughs> 後ほどだったのね後ほどではなかったでしょうか <laughs> いや、しゃべろうと思ったのがいです申し訳ありません よろしくお願いします。ご紹介を<あ>はい。えー、天の声さんでしょ天の声さんでございます。きき北村さんさあ、北村さんとははい。北村さんとは、えー、この市川裏 FM の局長様でございます。さあ、北村さんのファーストキスの相手のお名前は一体どなたなのか気になります。<laughs> セムの名前はえー、片山のり子様でございます。セムのファーストキスの相手の名前はああ、誰だめ、ね、な。ります 本人に聞けないからね。失礼だよ。失礼いたしました。あ、ところね、大田君ね。あのお便りが来てるんですよ。お便り。うん。えっとですね。ラジオネームパンチョさんからですね。あ、ありがとうございます。え、今日はいつも楽しく聞いております。ところで、ビゲーターの方々に質問がございます。はい。一般人の高いから、芸能界へと入られてみて一番驚かれたことは何ですか。 また入る前に想像していた芸能界と入った後の実際の芸能界とでは何が違う違？何の違いがあったか教えてくださいよろしくお願いします今後ともお体に気をつけて頑張ってくださいということでございますありがとうございますさあ,、はい、ありがとうございますさあ一般人に、ね、君はサラリーマンだったのね、はい。からこの芸能界,芸能界にね、はい、なぜかスさん芸能界入りしてるんだっけあ、芸能界入りしてまだ手前か <laughs> あまだ手前でしたか <laughs> どっちだよ いや、もう入ってると思います。はい、うん、大丈夫。はい、大丈夫、大丈夫です。うん、どうなの、この、おど、なんか違ったなっていう。あ、今、二つほど思い浮かんだんですけども、うん、えっと、一つは。非常に多くの方が、うん、あの、関わっているなということで。いや、会社は普通みんなそうですよ。そう。この業界だけで、ございません。そうですね。うん、確かに、それは。うん、あ失礼致しました。うんうんうん すごく当たり前のことを当たり前のことじゃないように言ってしまいました <laughs>、はい、何が驚いた芸能界に入った芸能界今あともう一つ浮かんだのがドラマのことなんですけども、はい、ドラマってまあストーリーで、えー、まあ、映像がまあ、流れていくわけですけどもその映像,映,像映像が流れていくあのワンシーンの中でいくつもカットがあると思うんですけども、ね、そのカットを非常にあの まあ何,何カットも何カットもすごくこういろんな向きから撮っているなっていうのを改めて「あっすごいな」って。でああん太田さんがまあ出てるシーンで何カットも撮るんだけどもそれ放送されてるドラマを見てすべ、はいうん、て放送されてるわけですかそれとも まあどうなんでしょうその辺がそ,、ね、それはねやっぱりねラジオ聞いてるね方々はね,ね興味あるねあ非常に興味あると思うんですよ、うん、あはい、うん、あのまあ100取ったとしてそのうちのまああの作品ごとに違うとは思うんですけどもえっと8割とか7割ですとかそういったまあ使われる部分があまあございましてでカットされる部分ももちろんあのあるんだなっていうのはすごく驚きましたねそう,そうですよね。 日本語がおかしいぞ、誰が。ちょっと、あした、あの、自分はこのシーンに、え、参加してたはずだよねって。あ、次出てくるよねって思ったら、はい、あら、次。あのね、僕ね、そのシーンがね、ごっそりなかったことあるもん。まあ、ありますね。あれ、思った全部カットっていうね。あの野郎って、誰がなろうって言ったか、わかんないけどね。さあ、そしてね、えっと、まあ、想像していた芸能界と。どう、実際の芸能界って。違いがあった。こんな華やかな世界で。 俺はもともとで。キャーキャー黄色い声浴びて。はい。ふるさとの栃木に錦を飾る。はい、こんな感じ。なんかあった違い。教えて。ままだまだ、あのー、君、結構現場行ったらずだよ。現場、はい、行かせていただいております。ううん、そうですね。まあ、あのーうん。自分の、まあ、その力がまだまだ、あのー、足りてない部分も、まあ、あの実感はし、じ。前向きから、ストレートにいこう。はい。 まだからあのねごく高質問とね QR でなっちゃってる <laughs> だから想像していた芸能界ってどんなんですか芸能界じゃすごく華やかで、うん、あのー、そうですね想像。例えばね<う>入ったらさ、あのー、ちやほやされてさこう何現場でも「太田さんはいはいどうもどうもよろしくね」なんて買ってやってみたりとかさ あの、出待ちされてたりとかさ、色々あるじゃない、想像することが。金、こんな儲かるのかとかさ。あ<の>、まあ、なに、俺、店入ったら特別待遇みたいなさ。それは、まあ、ますぐにはないと思う、思うんですけども。<え>まあ、あるんだ。<れ>そのうち特別待遇。いやいや、ないですないですないですいや、だもう、なんとかなんだ、だ、違いがあったかってことだよ。おい、まとめるぞ、おい。ええー、違いは、感じは、しました。うん、どこが、どういうふうに。<laughs> 僕は小さい時から言うから、あまり感じないんだけども。はい。うん。例えばね、他のなとかな、会社入ったりとかすると、はい、あ、規律がこんな厳しいんだとか。上下関係ってあんまりそんなきつくないんだなとか、いろんなことを感じることがあるんだよ。イメージ的にね。はい。そういうことですよ。あ、すごくですね。そうですね。あのー、目に見えてる部分、い、あのー、その会、会関わる前の時に、目に見えてる部分。よりかは、え、目に見えてない部分。 ええー。なでしょう。いから、わから。まあ、いいでしょでも、意外とあれじゃないですか。うん、あの、想像してた、まあ、例えばね、皆さんね、そのラジオね、おっ、うん、きいの皆さんも。うん、こう、一般の方がね、想像してるよりは。撮影現場っていうのは、地味なんじゃないですか。あのね、のきらびやかここ、ね。舞台と。テレビと。まあ、映画と。時代劇とって。うん この色が結構あと,あと、あのー、テレビ局とか映画会社によって色がちょっと若干違ってて華やかというか、えー、厳しいか厳しくないかとかそういうことかもしれない厳しさはある程度、あのーうん、覚悟はしていたはいたんですけどもどういうところで厳しいと思ったのああ、うん、芸能界厳しいな上下関係ですとかまあ先ほどそれはどうでもあよそうだと思うんですけどもあとは俺はね感じたことあるよ 太陽が沈んだの俺のせいにされたとかさなんだこれと思うのがなんじゃってのありますけど、うん、そういうことですよそれは厳しいですね厳しいでしょう。うね、あとはその環境で、うん、例えば、えー、夏のシーンをやるのに冬の、えー、あそれはあるねとか逆もあったりとか氷ね口に入れてねそれはすごくああの季節関係なくやるんだなっていうのは非常に今、まあまあ、あの当たり前なんですけども驚く感じですね先のね <laughs> 放送されるシーンが先なんです。三か月で、結局真冬の時には真夏のシーンを撮るということで。まあ、ものすごいね、もうマイナスの時でも、半袖を着て、いかにももう汗をかいているお芝居をしなくちゃいけないっていうことですよね。あります。うん。で、まずはその逆もしかりでね。もう真夏でもうね、もう本当に汗だらだらかく時に。もう寒い寒い寒い。京都とか厳しかった。わ夏のシーンで京都の冬って寒いんだよ。はい。 そんなが熱いさあ霧吹かせでさあ熱い氷を食ってだよあれつらかったねなんとかありますねそんなるかなまあいいでしょう。こんなところでカムしてあげましょうじゃありません先ンチャーさんすいませんでしたありがとうございました冒頭はねはいっ 始まりました。オイラのここがすごいのコーナーです。このコーナーは言わなきゃわからない僕の凄さをご紹介するコーナーです。ね、今回からね。新しいコーナーに。コーナー二つも新しくなりました。ありました。そうそう。はい。どうでしょう。はい。はい。ま僕のすごいところ、まああの見見た感じはえっとあラジオなんで見えないとは思うんですけども。あ YouTube 見てる方はね。あ YouTube 見てる方。 見てくださってる方はあの結構痩せ型だとは思うんですけども、まああの確かに太りにくい体質ではあるんです。そうね、あまり太らない。結構あのね若い時ってね太いな太らないんですあんまり。そういうものなんでしょうか。僕も全然痩せてたもんガリガリだったよ。そうなんです。うん。まあやっぱりね代謝が違う。代謝が年取るとねある程度ね嫌でもねふっくらになる方が多い。で気をつけます。 で,、うんはい、で自分でもその体質のせいなのかなと思ってたんですけどもよくよく考えたら、うん、あ原因がなんか浮かぶぞっていうのがありまして、うん、実はですね、うん、満腹感感をとととああるるここででじやすすいことが結構あるんですど実は料理が目の前に大量に並んでおりますと食べた気になってしまうことがただあります。 あの太田さん食べるの比較的遅めですよね。い遅いですね。ね、あれはね見てるうちに満腹になっちゃうの。のそうなんですよ。あの <laughs> 一品だけとかだと結構あの、ね、ガッツガッツるんですけど学生時代から学生時代の時ってさ、スポーツやってたりするとはってさ、はい、もうとにかく食べてるんだか飲んでるんだかわかんないスピードでたよ。はい、こうお腹に入れてくんだけども、はい、ないのそういうこと。いやーな。 無理やり意識して、あのー、食べなきゃなっていう時はあの食べていたんですけどもなかなかそうですねそこまで太らなくてパ、うん、よりもちょっと太,太ってもいなかったですね<え>ち,ょちょっと待ってくださいこのコーナーおいらのここはすごいなんですけど <laughs>、はい、それはすご,いのすごいのかもしれないしちょっと問題なのかもしれないしという <laughs> 問題なのはこの君の話の内容じゃないか <laughs> 申し訳ありません <laughs> でも学校で給食があったりすると、一番遅くなっちゃう。結構遅くなってしまいました。原因は遅くなる原因。あの食べるのもまあ遅いと言えば遅いんですけど、噛まなきゃいいんだよ飲んじゃえば。飲めたらいいんですけども、喉が細くて歯もちょっとまあガチガチなものですから。まあしょうがないけどね。結構あの他の方が食べてるのを見ても、あのまあ他の方というか他の方のテーブルに置いてある料理とかを見ると。 おいっぱいじゃ、うん。この人さ、うん、食費かかからないじゃない。おそうですね。見てでいいんでしょ。写真でもなんでも、うん。そうなんです。なので僕はあのよくスーパーに寄ったりし、あ,ね、あ、写真だとそこまででもないですけど、まあある程度は結構来ますね。いいじゃん。一日一食も食べなくするので水飲んでりゃ、うん、ずっと食べてるんだもん。あのよくピザピザのチラシとかあの、うん、見ると、あ、結構来るなっていう。うん、それも面白いよね。 あとはスーパーのお惣菜コーナー,あーまあ夕方行くと結構並んでるんです満腹中枢が逆にちょっとおかしくなってんだかもそうなんですかね、うん、うそうだよまずいですねいや知らないけどね多分まずいのかな <laughs>、まあ、ただこれでちょっとまあ迷惑をかけてしまうことも、うん、まあ,あのただあったりはしたんですけども迷惑あの高校生の時にですね、うん、えと同級生中学の時の同級生からあの久しぶりにあの みんなであのファミレス行って食べようと、うん、食べようと食べに行かないかということで誘われて行ったはいいんですけども行ったいいそこで、まあ、56人ですかね、うん、みんな注文してでテーブルに並んでいくわけですパスタですとかハンバーグですとかで,、うん、そそで僕海鮮丼頼んだんですけども,、うん、もうそれを見た時点でちょっとうぷっと満腹感を感じてしまいまして食べてもらえばいいじゃん 誰か食べてもらっていいってみんないいよって言うでしょ。みんないいよっていう,いいっていうかえー、ってまず驚いて、うん、じゃあいいよって食べ食べてもらったんですけどもまあその後まああ,あのお金はちゃんと出すから当たり前だよって <laughs> みんな声揃えて言ってました。<laughs> 僕当たり前なんだけどさ反省してます。まあ何かねこう,う体のね具合が悪いのかなとかねそういう風に思われちゃいますよね。そうですね,なん,かねなんか心配されとね心配されてしまうのも。 あれなので,でもねそん,、まあ、でもそんな極端にガリガリとかね、はい、いうわけでもないんで大丈夫だと思うんだけどどううなんでしょうで年取るとねちょっと太くってくるってあとね太くなかだからね君あれだよ彼女を作ってたね、はい、彼女の手料理を食べればどん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 ,どんあれで食べるようになるよなるほどでは、うんえー、手料理を。 募集してしてください。はい、はい、どうぞ。はい、手料理を作ってくださる方、あ、一緒にあの料理作りませんか。あ、はい。いかがでしょうか。大友誠の募集。え、それどどちらに？番組宛に。番組宛にね。え、番組宛にインフォアットマークインフォアットマークフォルザポルザハイフンドットネットまで。 よろししくお願いしまオータの彼女,を太田の彼女を募集係、はい、募集係で、はい、あのこれで本当になったらさすごいよねすごいですねそうですよありがとうございます、はい、あぜひそんな感じ、はい、そんな感じでございますあリスナーの皆さんもですねあのもしそういったご経験ありましたらですねまああったとしてもやっぱりこう栄養バランス大事ですんで、えー、作ってくださった方用意してくださった方のこともまあ感謝しつつ僕も感謝しつつ、えーまあ、大事にしていきましょう そんな感じで、以上。おいらのここがすごいのコーナーでした。モテ男への道。はい。モテ男への道のコーナーです。このコーナーは、モテるために、普段から努力している。 またはこれを努力していこうというコーナーです。こちらもあの今回が第一回目ということで、そうですね。はい。はい。どうぞいいですよ続けてよろしいでしょうか。うん、あの普段からまず努力していることをて持てるためにそうだよ持てるためだよ。まあ意識していることを姿勢をきれいに保つことを意識して。姿勢をきれいにする例えばどこどういうふうに。 えっと立ち姿歩き姿座り姿というまあすべてなんですけどもそれをやることによって男はモテるわけだなんかこうスマートな感じがスラッと上品なということは舘ひろしさん <laughs> 田村正和さん、はい、モテないんだねいえモテます超かっこいいよかっこいいですうんかっこいいとは違うじゃん話が違うじゃんそれじゃあ僕の勘違いかもしれませんでしたえじゃあこれじゃあちょっとあの モテ男の絵の道ちょっとなんかね。きっとね、太田さんはまあ比較的ね小柄な方なので、はい。こう大きく見せたいんじゃない。背の小さい人って姿勢いいよね。うん。なんかこう大きく大きく見せたいっていうのがあるんじゃないですか。うん。それは確かにあります。あのセクレットブーツ履いて。セクレットブーツもあま確かにちょっと厚底目の靴も持ってますけども。はい。あの背の高い人って結構猫背になりますよね。ああまあ逆にね。そうそう。そういう結果。えまさかこれでおしまい？これ いい、えー、あ,あるよねねはいうん、そうです、ね、これからさらに努力していこうとする部分こちらもですね、うん、あのー、まあ姿勢につながるんですけども柔軟やストレッチを、えー、してそして、えーまあ、筋トレも主に、えー、ちょ<て>柔軟とストレッチをすれば思うなんとなくこう <laughs> やはりこう体がや柔らかいとるてんのじゃあ えこれうちの話になるけどうちにいる鈴木マサなんてめちゃくちゃ柔らかいよ。柔らかいで、ね、ベターっていくよ。あれあ,、ね、あの四十五六でまだまだ,、ね、まだ経験なしだからね。持ってないじゃん。なぜなんでしょうか。だか違うってるねこれね。<laughs> うん、僕の勘違いでしたね。じゃあじゃあ、まあ、じゃこれまずはこれで終われじゃないよね。えー、きっと次次。次はい では、変わって。これから努力していこうと。あ、そうだ、努力していこう。考え。時間たっぷりあるぞ。D. I. Y. なんてどうでしょうか。D. I. Y. やると持てるの。あの D. I. D. I. Y. 女子っているじゃない。うんはい、は。いから持ってるの。きっと。かっこいいと。 思いますあのさ要するにまあ平たく言うと日中大工みたいな感じでしょそうですねあのそ、ー、う<ー>じゃあ例えばじゃあそうしようじゃあ何を作るのこれが問題だよ必要となるものがだ例えばだよ棚ですとかあとは、うん、まあその日曜大工以外でも、うん、えっと裁縫のようなもの全然話が違ってるぞ <laughs> あだいぶ違いますかね d i y あ裁縫はまだ裁縫で違うでしょ失礼しました うん、一食色にしてしまいました。これ大丈夫ですよね。その料理が上手だったり、うん、まあ、ちょっとしたものをね、直したりとか、まあ、日常大工的なこととか。うんうん、まあ、手先が器用だ、器用でね、いろんなもの、をパパッとこう、直、直してくれるよ、う直しようっていう。人が、まあ、かっこいいかなと思うわけですよね。そうですね。加算的に、ねさ。魅力。じゃ、現在、感じるかなっ。じゃ、現在努力してるものは、何もないの。なんかあんの?。モテよと思って。 俳優は持たないかダメなんだよ。魅力魅力色気がなきゃダメなんだよ。筋トレとかあとは筋トレ。あとは脱毛脱毛脱毛はしないようになってますけれども、えっと脱毛脱毛ですか？魅力色気がなきゃダメなの？色気だなきゃダメなの？脱毛しようかなって言ってましたよね。すごく何十万もかけてなんかありましたね。回った魅力色気 色気、魅力と色気だよ。ならないと、俳優さんモテないよ。トーク力を磨きたい。だいぶ磨いてるんだけどさ、全然あの向上してないような気がするんだけども。すいません。北村さん怒ってるよ。何やってんの。二万円も。はい。これ大丈夫か、他にないのか、君はこの。じゃ、どうすりゃいいんだ、君はこれからモテるためには。モテるためには。外見も。中身も。ひねり出せ。ひねり。もう、排水の陣だよ。 ひねり出せなんだ服装すごく綺麗にする肌を綺麗にするとにかく今日はあのおじいちゃんのおじいちゃんのカーディアンだぞ今まで着てこなかったやつを着ていこうかなと思ってみたらジャくなってしまいましておじいちゃんのさ日に散歩散歩服だよラクダのもも引きとかあのラジオを引きの皆さん僕は今日はあのラクダ色で来ましたそれで他は ポポンポン出てこないかなこうなんか漏れてるために何か楽器なんか弾けたらねモテるよ結構楽器ああピアノがピアノというかまあ電子ピアノが弾いたことないんだけど君のすいませんでは何が弾けんのギターもやってましたよねギターだってさいい大谷ギターを僕あげたんですよもう壊れちゃったらしいんだけどす、はいませんで一回ね、あのー、スタジオに持ってきて弾いたんですよ、はい、これがまたね中音、ね、がね <laughs>、はい、狂ってましてですね 自分ではもう合ってるこれはいけると思いながら全然狂ってましたよ。はい僕の感覚が狂ってました。まあそれでなんかないのなんかなんかないかな。疲れるだせ疲れるだせ。まあでもあの体ねあの鍛えてるのでであのフォルタのねまあ縦アクションのレッスンもまあ通ってるのではいそういう面ではねあの体も筋肉になってきたんですよ。体はあのあの縦アクションも綺麗になりました。 やっぱあの脱いだ時に小学生みたいな体じゃなくてやっぱりちょっとね子供っぽい感じが子供っぽい感じやっぱりこうムキムキっとするとそこにね女性がよ男というかねこの業界やるんだったらね会社とかやるんだったら鍛えといたわよずっとだってね将来ね温泉に入るシーンとかあるわけですよあそれでねまあ6070になっても結構ね皆さんね温泉のシーンがあってふんどしね 一枚でこう入っていくわけですよ温泉にうんって言ってねやっぱり筋肉がついてる方がそっちもね似合いますね一番はねお腹をなるべく出すないようにしてった方がいいよねどうしてもね中年になると全部下がってきていやでもお腹が出てきちゃうんですよあそういうものなのそういうものなのよ内臓下がってきてなるべくお腹が出ないようにお腹を鍛えておいた方がいいかもしれない鍛えてますうんスパックを目指しうん頑張ります 他あるかな。これさ、なんかさ、モテ男への道なんだよ。<はい S 1> ね、モテよと思ってないから、出てこないんですよ、この男は。<laughs> そもそもが、僕はね、さっきが言いたかった、なんかないのか、対数の陣だっつってんのは。モテよと思ってくれってこと言ってるんだよ。モテたくないわ、君は。モテたいです。だったら、なんか、何やる、いいんだよ。おゃ、大テさんは、じゃ、どんなタイプの人が好きですかね、女性は。 あれですよ、年上で、足の綺麗な女性ですよ。足大好きなんですか、この男。はい。はい、じゃないよ。じゃあ、それを、じゃ、あのラジオ昨日。そうだよ。あの、お話しして、みてください。理想の女性。足が綺麗な。足が綺麗なところ。足が綺麗な、まずね、容姿姿、はい。足が綺麗で。うん、ど、んな感じなんですか。綺麗だと、わかんないんでね。いいじゃ、身長。 身長は僕1 6 2ンチなんですけれどもそれとあまりこう差がないぐらいのじゃあ160ぐらいねはいえとスリーサイズスリーサイズスリーサイズですか当たり前ですよスリーサイズわからないですけども一緒のスリーサイズ大丈ん痩せ型なのか普通なのかちょっとぽっちゃりしてるのかね普通ですかね普通でまあいいでしょうじゃあ髪型髪型髪型肩ぐらいですかね 肩ちょっとセミロングっぽい感じかな肩よりちょっと顔の感じ顔の感じ顔の感じは和風と洋風を足してみるってあふっ普通にあるんですけど素朴な子ねそうですね素朴でいいでしょはいはいでその足に行きましょう足に待って待ます服装どんな幸福を着てる子いいの服装いつもこのジャージとかさ ジャージだと、ちょっと、いや <laughs>、どんな感じ、もう、ポンポンいこうぜ、ポンポン。どんな感じの服とどんな感じ。例えば、ミニスカートよく履いてるとか、<ー>いいあるじゃないのミニスカートじゃない方がいいかもしれません。じゃ、どんなの?。ちょっと、あの露出が低めの。少なめのスカート、ズボンどっち?。ロングスカートって感じですかね。はい、行きます。じゃ、やっと来た、足、はい。どんなし?足。足はですね、今ロングスカートで、言ったんですけども。あのー。足もさ、部分があるじゃん、もも。 ね、ふくらはぎですふふくらはぎふくららははぎぎどうなってのが後ろから見るとこう光が当たった時に、あのー、三日月みたいな感じの照りが <laughs> 照りがある、ね、ちょっと待ってそれは分かんないですけども陸上の陸上やってる選手,陸上の,選手のようなあ、あのー、そのふくらはぎってことそうじゃなくて軽く筋肉がついてる方がむきっとしてるような感じってことかな、ね、そ,れをそれを見るそれを見る見た大玉ことはどうなの わかんねえよ。かっこいい。かっこいいとかっちゃうの。そういう女性と付き合いたいんじゃないの。そっちなんですね。あの足が綺麗っていうのはあの筋肉質でかっこいいってこう思うんですね。そうですね。この男ねちょっといろいろねあのどういう女性がいいのって聞くとねいや仕事をしてふと思った瞬間の顔の女性が好とか言い出すんですよ。わけわかんない。そんなこと言ったよね。抽象的な感じですみません。言いました。それは好きなの。 仕事、仕事を一生懸命している <laughs> ふと、あのー。休憩かなんか、ふと、何に、我に書いた時の女性の横顔みたいなこと言ったんですよ。集中力がこう、集中してる目とかが。好きですね。うんうん、まあ、足も好き。好きの、その、次の目みたいな。すみまさん、こ、こっちやばいやつですかね。<laughs> やばいですね。やばいやつなんですかね。ちょっと。<laughs> まずいですね。いや、まずいですじゃないよ。ああ、じゃ。 なんかこう一般的にだから女性はね可愛い可愛いっていう所性はね彼は甘えん坊なんですよそういうそうですじゃねえよあの力強いというかそれぞ女性にかまってもらいたいのかまってちゃんなのはかまってちゃんです隠してるつもりではあるんですけども隠しきれママがいるだろうと次に申し訳ありませんじゃあねラジオではじゃあ募集したまま募集しましょうかはいぜひかまってちゃんの太田を

ね、こうむき上げっと。モーター体重何キロだよ。僕は五十四、五十前後。五十前後ですよね。じゃ自分の体重より重い方がいいの、軽い方がの？同じぐらいですかね。これもああまあ大体同じぐらい。でもまあ身長にもよるかもしれませんけどあの筋肉ついてたら。だから百六十で五十だったらその筋肉ついてないよ。うん。だから筋肉ついてる女性が良ければもう少しね体重あると思います。だから六十五とかだよ。うん。もうちょっとそうしてましたら、じゃ少し上の。あの えっと女子プロレスラーの方なん今女子プロの人ね今かわいいんだよ結構いいじゃないですかすごい綺麗な人多いんだよで太田さん逆にこう姫様抱っこしてもらってひょいっと抱きかかえられてベッドに連れてってもらってね芸人になった方がいいかも芸人さんの方がいいかもしれない俳優としての何かこう頑張れはい頑張ります以上だなはいはいこんな感じでですねえ 募集しておりますが以上でござい、えー、以上モテ男への道のコーナーでしたはいもうエンディングです、えー、今回はですね僕のずれた感覚が、えー、問題だったなと。 反省しております。次回、え反省を参考に頑張りたいと思います。はい、えそんな感じで、以上ですかね。じゃ、今日の感想どうか。はい、どうぞ。あ、どうぞ、どうぞ。僕。はい。田一生懸命頑張ったな。はい。う以上。何も言うことなかはい。皆さんね。あの、強い女性大募集中なので、太田さんラジオを聴くの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 ありがとうございますそれでは次回も新井正和の「スパルタ学園」お楽しみにこの番組は「フォルタの提供」でお送りいたしました。